はい、おはようございます。今日はサンスラボで飼育している鶏の朝の散歩について紹介したいと思います。南相馬サンスラボではこの以前紹介しました鶏小屋を作りまして、その中で1羽の鶏を飼育しています。で、毎朝、戸を開けて外を散歩させますので、今日はその様子について、何が起きるか分かりませんがご紹介したいと思います。じゃあまず戸を開けて鶏を外に出します。よいしょ、鍵をですね開けますが、だいたい分かってて開けてほしいと。はい、どうぞ。で、こうやって、サンスラボの畑で採れた白菜の野菜くずなんか鶏にあげてます。やっぱり配合飼料を与えて飼育してますが、そういったものよりはこういった、雑草であるとか野菜とか虫とかですね、そういったものがだいぶ好んで食べているようです。こちらは産卵箱になってまして、ここの、扉を開けてですね、今日卵を産んでると思いますので開けてみましょう。よいしょと、はい、ありましたね。これはね、今朝産んだ卵だと思います。ちょっとまだあったかいですね。少し長めの細長い卵ですね。卵の形っていうのは片方が細くなっていて片方が丸くなっていると、一般的な形ですが、決まってるわけではないんですね。大きさも形も若干違っています。ただ重さに関しては、若い時に卵を産み始めます。だいたい120日から150日ぐらい生まれてから経って、そこから卵を産み始めますが、初めは確か 43g ぐらいだったんですが、今は 60g を超えています。70g 近い大きな卵を産むようになってきています。この鶏はハイラインというアメリカの会社が開発したボリスブラウンという品種です。ボリスブラウンは非常に人懐っこくて好奇心も強いんですかね。おとなしい鶏です。で、今彼女が掘り出そうとしているのは何かというと、昆虫だったりもしますが、今の時期おそらく笹の根っこを探してるんだと思います。まだ彼女見つけてませんが、この辺にたくさん白い根っこが飛び出してますね。この前私もかじってみましたが非常に甘いです。糖分を多く含んでますので、おそらくそれを見つけたら好んで食べるんじゃないかなと思ってます。笹の根を食べてますね。タケノコのように美味しいんだと思います。鶏はですね、この足を使って地面を掘るわけですが、人間がこういうスコップなんかで掘るともう随分効率がいいもんですから、いろんなものが見つかってきます。ですからこうやってスコップで掘ってあげるとすぐに寄ってきて、気になってすぐ寄ってきます。これなんて笹の根っこですね。食べますね。食べますね。見つけましたね。木の根ってのは非常に栄養があるのかもしれませんね。例えばこれ非常に太い笹の根です。でこれ笹の根ですね。中央付近がなんか空洞になってるので、竹とか笹とか、こういう構造してるようですね。ちょっとかじってみます。糖分が多いので非常に甘いです。多分この
鶏なんかもこの味を占めてですね、一生懸命土を掘り返して、笹の根を食べてるということになると思います。ひとしきりまあいろいろ食べてもらいましたんで、あと戻ってもらおうと思います。よいしょ。はい、じゃあ戻ってください。お家に戻って、お家戻りましょう。はい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 。鶏ってのはやっぱり非常に面白いですね。身近に飼育できる動物の中で、まあ、犬や猫などと違って、やはりなんていうか、まあ卵を産んでくれますからね。話によると昔は家族の人数分鶏を飼っていたそうです。まあ、そうするとまあ3人家族だと3羽、5人家族なら5羽鶏を飼っていて、毎日1つずつ卵を産むということで、卵を得る、そういった貴重な動物だったようです。また残飯などさまざまなものを鶏で食べますから、飼育するためのコストも非常にかからないということもあったようですね。また昔は肉というのは貴重でしたから、卵を産まなくなってしまった鶏を、まあ、潰して、ごちそうとして食べていたということもあるようです。農業と関わりの深いこういった鶏の飼育というのは、まあ、持続可能な社会を考える上で体験すべきものの一つではないかと思います。家族の一員として犬や猫というものがよく飼われていますが、まあ、そういった愛玩動物の範疇をちょっと超えた形で人間の役に立つ、まあ、食料を提供してくれる鶏というのは学ぶべきことが多い、非常に面白い動物の一つだと思っています。このチャンネルは身近なものを科学するチャンネルです。私たちの身の回りにあるあらゆるものに物事の仕組みがあるということを分かりやすく科学的に紹介するチャンネルです。もし動画を見て面白いなと思ったら、ぜひチャンネル登録もお願いします。今日はサイエンスラボの鶏の朝の散歩について紹介しました。これからもいろんなことについて紹介していきたいと思います。ありがとうございました。